こんにちは。2021年7月2日ハンナウタイム264回目の放送です。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシでお送りします。この番組はカバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを鼻歌感覚でお届けします。鼻歌タイム。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。梅雨に入って、はい、急に雨が土砂降りですね。意外とね、雨嫌いではない。ああ、まあ、ジメジメ感が、まあ、たまに傷ですけど、意外と私雨好き派なので。あ、そうですか、うんうんうん、そうかそうか。とうとうは梅雨に入って、釣り問題が、あそうか、今日は行けるのか、いや行けないのか、いけないのか。この間の豪雨の中釣りしてました。そうです。あんま関係ないんですか。ぐっちょんぐっちょんになって帰ってきた、うん、関係ないのあんまり雨。いや、むしろね、雨降った方がいいですね。あ、カモフラージュできる。ひょっとして、はい、ああ、はい、向かいの向こうの警戒心がね薄れるんで。なるほど、最高ですね。なるほど。向こうというのは黒鯛のことですか。黒鯛様たち。なるほど、はい、なるほど。さようでございます、はいはい、日々戦いを繰り広げられている感じですね、はい、梅雨知らず。さようか。花歌い。そんな中ね、そんな中、はい、ええ、今日はちょっとスペシャルゲストをお迎えしておりまして、ついに登場でございますね。ニヤニヤしちゃうな。ついに登場ですよね。本当にこの264回目にしてついに、ね、今までなんで出演してなかったのかが不思議な、本当だよね、タイミングでございます。本当だよ。私もそれね、この間すごく思ってたの。なんでなんだろうなと思ってたの、うんうん、ね、うん、はい、まあちょっとその話もゆっくりね、はい、後々したいと思いますが、はい、福バッチからじゃあご紹介をお願いします。いやいや、ここは春菜さんから。あらやだ。あらやだって。じゃあ照れちゃうのよね。しときます。お願いします。福バッチからで。早くしてください。鼻歌タイム。それではご紹介しましょう。斉藤愛子さん。わーい、こんにちは、歌手の斉藤愛子でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。なんて言うんでしょう、すでにもう夜の感じが夜の感じ、夜の感じっていうか、まあ、ソウルフルですよね。もう声からセクシーだから。いや、もうさ、ごめん、これいきなり喋っていい？いいよ、いいよ、もちろんいいよ、もちろんいいよ。福バッチがさ、今ほら夜の声って言ったじゃん。で、うん、この前私コマーシャルの歌をね、うん、あったので、結構明るい、でもすごい素敵 なバラードな、こうなんか歌い上げる系なんだけど、うん、で一応さデモ撮って、うん、そしたらクライアントさんに、ちょっと夜が声なんで明るくしてもらえないですか。言われてるんだ。ちょっと夜なんでみたいな。夜っていう風に捉えられた。夜っぽい声なんだよね、きっとね。まあソウルフルですよ、うん、なんかお酒はいかがって感じになっちゃうんだろうね、うん、色っぽいんだよ、色っぽいの。全身からにじみ出ているよ、セクシーさが。本当に、まあ、牛乳よりはバーボンっていう感じですね。いや、本当に両極端やな。いやよりはっていうわけではないですよ。牛乳よりはバーボン、よりは終わるわけじゃないですけど。いや、本当に雰囲気が出てるのよ。緑茶よりはコーヒーって感じね。いや、割と僕緑茶とコーヒー両方いっちゃう。いっちゃう。ちょっとまあでもそんな感じです。はい、すみません、もうね、初っぱなから失礼いたします。とんでもないです。よろしくお願いいたします。ありがとう、本当に晴れちゃん、今日アクセルベタ踏みでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあちょっと そもそもの馴れ初めをって言ってもね、長いから、はい、ちょっと長い話になる。全部フルコースでいっちゃいましょう。フルコースでいきますか。はい、早回し。じゃあそもそもトートの、そうだ、そうだよね、やっていた、そうだ、トシ君から、トシ君と先に出会ってるんだもん。あ、そうなのね。そう、そうなんだよ、ね、うん、名前忘れちゃった。バンドの彼女と初めて会った日は、バンドのさ、トシ君がその当時やってたバンドのレコーディング、うん、あ、そうだそうだ、 それの私がバックアップで呼ばれた時に春ちゃんがいて、もうね、なんかね、そうだそうだ、もう足立由美ちゃんみたいに可愛くて何この子って思ってたの。何可愛い足立由美がいるここに、誰こいつみたいな感じっていうのが私の最初。本当今も可愛いけど、本当可愛かったの。でさ、だ20代だもんね、まだね、もうめっちゃ可愛い子がさ、ちょこんとか座ってんので、絶対絶対こいつ絶対性格悪いだから、絶対喋んねえクソって思ってたんで。思ってないよね。ジェラシーよ、ジェラシーよ、何こいつみたいな。
爆笑したけど、ね、後でね、そんな話してめちゃくちゃ受けた。そうだった、そうなの。実際喋ったのがそのライブ会場でね。そう、うんうんうん、覚えてる、はるちゃん。もちろんですよ。あの黒子のさ、はい、時で、うん、で道路のかに座ってたんだよね、うん、あゆちゃんがあのドラムのあの Y 君を待ってたんだよね。あ、そうだそうだ。車を誘導するために待ってて、うん、で私たちもあのついてちょうどね、うん、で私もあのあゆちゃんと喋りたかったから。台湾だったんだ、うん、そう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 、私はとね、とんとと、うん、あゆちゃんもあの出られるっていうことで、うん、あのもちろん行くわっていう話になって、うん、それであゆちゃんがあのその道路で佇んでたからさ、もうなんかね、あゆちゃんさ、うん、立ってるだけでさ絵になるわけ。よく言うよ、あの本当背が高くてすごい美人でさ、うん、なんか、うん、私の中ではキャサリン・ゼタ・ジョーンズ級の、あの、あの美女なわけですよ。そういうことを言うとさ、今みんなのほら頭の中にすごいの膨らんじゃってるから、大丈夫大丈夫、ほどほどにしといて、ほどほどに。本当だから、本当だから、ね、俺の中でポカホンタスなんだよ。ほら言うやろ、ポカホンほらほら言うやろって言ってる。言うからポカホンタスだったら、うん、髪長かったからかな。長かったもん ね, ね, そうそう、ね、ポカホンタスみたいなヘアスタイルではあったもんね。そうそう、確かに単純単純でちょっとほら海外長かったでしょ、愛ちゃんもね、はい、だからすごいなんかあのちょっと日本人っぽくないところがあるからさ、雰囲気が、うん、あでも私が思 う, そ う, うん、すごくなんかあのかっこいいの女性なのよ、うん、でもうあの歌もすごいソウルフルでさ、うん、あのもうなんか外国の方みたいな感じだったから、うんうん、もうすごい素敵な人だから話したい話したいと思ってて、うんうん、でそれであの声かけたらもうそっからだもんね。そっから止まんないわけ、うん、そう、もうな内容は覚えてないけどすごい語り合ってたんだよね、うん、そう、道路でね、うん、道路であるよくある、いい感じですね、本当、うん、本当そこからだね。その後、ね、飲みに行っ、うん、その時さあの友達4人ぐらいで、うん、なんか恋人になれそうみたい、ほら2人っきりのデートってのいつだったんだろうみたいな最初はほらグループ交際だったんだけどみたいな。そうだっけ、私いきなり2人で行かなかったっけ。いやなんか新宿かなんかのさ、うん、4人かなんか女の子で会ったの、3人だから4人。あ、覚えてる、あれでもさ、あれだいぶ後よ。嘘、じゃあその前にデートしてる、初デート。もうずっとしてる、あの、え、ほんと？ずっと2人で、うん、あの飲みに行ってはあの2人で泣いてどうしたんだこの2人はみたいな、なんか熱い話をして泣いているみたいな、めんどくさいこの2人みたいな、めんどくさい、お店の人からしたら大丈夫この人たちみたいなビール飲んで泣いてるやん、泣いてやがるみたいなで最終的には抱き合って、ハナウタイム。ただね、一時ほらお互いの、 あの育児とかで、うんうん、すごく離れていた時期があったんだよね、うんうんうん、で私も、夫の転勤とかで大阪の方に行ってって、はい、だから5年ぐらい私たち結構離れてたよ ね, そのちゃんとこういうふうに会って話すことがなくて、うんうん、でそれの後よ、うん、今またバンバン会ってるよね。バンバン、ごめん、毎月デートしてるいい歳くん、そうなの、奥さん借りてるよでも決まったところに行って2人でまたあのお酒を飲んでるんですけど、ね、それが、20年前と違うところは泣きません。素晴らしい大人になりましたね。まあそれは感動した話をしたら多少涙ぐんではいますけど、今号泣はないね。今号泣はないよね、うんうん、まあ、あの時ちょっと手に負えなかったもん20代候補しね、大人になってきたけど、あ、熱量がでもまたいつしか号泣したら頼むね、よろしくね。いや大丈夫大丈夫、もうそろそろ更年期が来るからごめん。花歌いいそんなことより、だからあゆちゃんのちょっと活動状況をちょっと、まあ、あの歌手斉藤あゆ子さんとして、まあ、その私との馴れ初めはそうなんですけど、まあ、そのなんでしょうね、あゆちゃんとこう親しくさせていただいたことによって、あ、そうそう、一緒にあのある時期すごく一緒に2人でコーラスの仕事をね、本当にいっぱいやらせてもらったね、いただいて、劇版とか CM とかを2人で本当にね、たくさんの作品に参加させていただいて、やりました、はい、だからレコーディングの時に、あゆちゃんは背が私よりずいぶん高いから、うんうん、マイクに私が届かないもんですから、うんうん、ターンワークを積み上げた上に乗って一緒に歌ってたっていう、あ、なるほど、一つのマイクをだよね、そう、うんうん、そんなこともありましてそんなこ
ことありました。でも本当に私が東京であのなんかバンドでほらまだ27の時はもうバンドをやっていたり、うんうん、自分のライブを一生懸命やってるような時だったから、うんうん、あのお仕事を東京であのそんな頻繁にさせていただけるような機会なんてもう全然なかったんですよね、うんうんうん、その時にあゆちゃんにあの出会ってあゆちゃんがそうやって私誘ってくださったんで、うん、それで私は本当世界が広がったっていうもう本当感謝しています。いえいえ、はい、本当にそうだったね。そういえば、うん、いやなんかあのもう皆様もご存知の通りもはるちゃんはもうバンバン歌える人ですから、いやあの、うん、もう全然もうぜだから例えばあの、ね、仕事をしてるとあの誰かいないとかであるじゃない、うんうん、もう全く迷いなくあのいますって、うんうん、そういう感じでねあの、うん、はるちゃんお誘いして、うんうん、でもそうやってつながっていく感じじゃない、はい、この世界って、うんうん、あのだからそれはもうなんか お互いにというかね、うんうんうん、だからはるちゃんがこうやって東京に来てあのいっぱい活躍してくれたのは、うん、くれてるのはすごくすごく嬉しい。ありがたいことです。本当にご縁があって本当に良かった、うん、だからあゆちゃんを介してお仕事行く、そのご縁の先にあのカオルちゃんとかもあったりね、うん、以前ゲストにも出ていただいた、ね、シンガーのカオルちゃんと、うんうん、あと高橋さんもそうだし、ね、その時期にもいきなりもうたくさんの人と巡り合えることになって、うんうんうん、まあ、その27歳の時が、まあ、東京での転機だったんですけど、うん、その本当一番最初のキーパーソンと申し上げても、うん、本当に扉が開いた、扉が開いたその時の重要な方ですね、はい、うん、でさらにもう一つの扉が開きまして、うん、私ちょっとちっちゃい時からいろいろ見えたりするって話は以前もしたと思うんですけどあの見えない、みんなは見えてないけどみんな見えてると思ってたのね、私ちっちゃい時、私だけだと思ってなかったんだけど、うん、夏目友人帳ですね。そうですか。あ、すみません、通じてますか。わかりません。あ、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。それで、あの見えてな、あ、うん、私だけかって思って、うん、まあ、そういうことのなんかいろんな処理ができなくて、うん、自分でもいろんな本とか読んでたんですけど、いまいちこうこれだなっていう感覚に出会えなかったんですけど、あゆちゃんがもうか。ものすごいスピリチュアルのことに詳しい方でして、上がいたと、もうスピリまくってたからもう、ね、スピまくり、だから宇宙の扉を開いてくれたのはこちらの方です。誘い込んでしまいました。開いちゃいましたか、パッカーン、はあ、花歌会今日あゆちゃんゲスト来てくれてるから、じゃああゆちゃんに英語を読んでもらおうか。そうですね、おいつもとしくんがやってるあれ、あの役目は私が、あのね、タイトルコール、タイトルコールをトートが言って、あのこの下にあのちょっとあのなんとあらちゃんちゃら、そうそう、いろいろあのその説明書きが書いてあるから、ワンフレーズそれあゆちゃんでもいい、ちょっと私練習しないとダメかもしれない。大丈夫、としくんみたいに綺麗に喋れない、うん、私メガネいるからまずわかります。あれじゃないの、AB2 人分けて、ああそれでも弾いていただく、ね、うん、あ、じゃ あ, あのそうね、A か A or B の方を弾いてみます、うん、シャッフルしますのでご簡単ください。はい、ご簡単、ご簡単ですか、ご簡単、ご簡単っていう放送事故になっちゃう。また、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。出ましたよ、来た、こんなん出ました、こんなん出ました。じゃあ、今日の今日のツボのお値段を聞かせていただいても。ツボですか、すいません、600万円分かったまた倍になった上げていこうかな、うなぎ登りでございますね、上げていこうかなというわけで、うん、2つで1200万円でお願いします、うん、はい、せっかくだし高いフェラーリがそろそろ買えますね、もうこの際1200万円、はい、もう上げていきましょう、行ってきましょう、はい、もうテーマはしばらく同じで週刊リーディング、はい、見たとき、はい、見たときから、はい、1週間、あなたの1週間にどんな素敵なことが訪れるでしょうかというテーマで選んでいただきたいので、A と B に2択で引いていただきました。はい。はい、で、A、今日、おこちらです。どちらが読まれますか？これ、どうします？ A、 A じゃあ、あ、トシ君どうぞ。どっちでもいいよ。はい。Don't dim to fit in. Don't dim to fit in. 下もじゃあお願いします。見えた。How are you dimming your light in order to fit in? です。
ありがとうございます。これ A 選択肢選ばれた方の、メッセージですけれども、ご自身がですね今持っていらっしゃる才能ですとか、うんうん、輝きですとか、うん、まあ、日々日常に感じているようなこの楽しい自分の気持ち、そういうことをもっとどんどん開いて、なんていうのかな、環境とか、こういうことしたらあの人嫌がるだろうなとか、例えば家族とかね、一番身近にいる家族に迷惑がかかるからやらないでおこうとか、そういうふうに思われてるもし事柄や気持ちや行動があるんでしたら、うんうん、遠慮なくそれを解放して、ご自身の魅力をもっと外に出していってもいいんじゃないでしょうかというようなメッセージなんですが。なるほど、はい、うん、だから遠慮しないで、きっとそうやってあなたが輝いていたらきっと家族にもうそんな絶対に悪いことは起きませんから、うんうん、ご自身が輝いていると周りもハッピーなエネルギーに包まれるので、うん、どんどんご自身 の, その持っているなんだろうな、幸せな気持ちを外に出したいことをもっと開いていって、うんうん、外に出ていってください。そんな1週間にしてみてはいかがでしょうか、うん、というようなカードです。素、う、敵、ん。はい。だからなんか初めてやることとか、本当はずっとやりたかったんだけど、ずっといやこれやるって言ったらいろいろ家族に時間的にも迷惑かけちゃうしなとか、うん、例えば親御さんが怒るしなとか、学生の方とかだったら、うん、まあそういうことを気にしないで、とにかくやっちゃえっつって。うんうん、やっちまえ、うん、やっちまえっつって、やっちゃおう、言うやっちゃえ、言うやっちゃえなよっつって、はい、まあ、周りに合わせて自分の光を薄めずに、あ、そうそう、自分の光をエネルギーをしっかり出していこうってことですね。そう、そうなんだよね、さすが英語でもう読んだから、はい、はい、じゃあ次 B、 はい、じゃんじゃらーん、おーおじゃああゆちゃんに読んでもらいます。あゆこさん、私も持ってるからな、このカード、うん、プリスティス、プリスティス、今吹いちゃったね、大丈夫、プリスティスプリスティス、いきますよ。 How are you being called to step up and lead? OK、 ありがとうございます。ありがとうございました。 B を選択された方への、今週1週間のメッセージは、そうね、ここのね、このカード頭の上に蛇が乗ってるんですよ、金色の蛇が、はあ、うんうん、であ、蛇だったのね、うんうんうん、でね、これね、目と目の間、この眉間の間にさ、ほら第三の目って言われる第六感、うんうんうん、直感を見れるような目があるって、三つ目が通るの写楽も、うんうんうん、バッテンで隠してたやつなんだけど、うんうん、そこがね、ご自身がこう直感に従って、うんうん、こうなんていうのかな、導かれるものとか、自分がこうやりたいこととか、そういう導きに従ってどんどんそのエネルギーで先頭に立っていきましょうって、うんうん、なんていうのかな、周りの方とか、お友達の中とかそういったことでもいいんだけど、なんかこの自分の心を、に持ってるエネルギーを、自分が本当にやりたいこととかを、うんうん、直感、ここが今開いてる素晴らしい今ね、ちょっとリーダー的素質を今開花されていますから、うんうん、それによってぜひ本当どんどん進んでくださいって、もし今おやりになりたいこととかがあったり、今もし例えばそうね、うん、お仕事とか、あと恋愛とかでもいいんだけど、こういった道を選ぼう、でももしかしたら迷ってるとかっていうことがあったとするなら、今あなたの直感は一応すごく鋭いところをちゃんとお持ちですから、その先頭に立ってどんどんその道の先に進んでいきましょうって言ったようなメッセージ。だから今ご自身が今ひらめいていることは、そのあなた自身の人生にとっては素晴らしいアイデアだから、それで OK だよって、それでどんどん人をリードするような気持ちで、うん、思い切って進んでください、うんうんうん、といったような素晴らしいメッセージです。 Go, go, の方 go, go. だからそんな1週間に先頭に立って、うん、どんどん導きを皆さんに対しても導いていくような、うん、しっかりとした足踏みで前を進んでいかれたらいいではないでしょうか、うん、といったのが出ました、
はい、すごい、はい、両方とも U 行っちゃいなよって感じです。そうだね、U 行っちゃいなよね。本当だ。でもこのね A の方はどっちかっていうと躊躇してる方が多いんだよ、うん、あのそうだね、なるほど、確かにね、うん、少しずっとこう我慢されてたことがきっと多いと思うの、消極的になって、そう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 、うん、だからそこをもっと開いてもいいですよってこう目を閉じていないで、うん、目閉じてるでしょこれカード、うん、こうやって、うん、でもその目あの手を開いてね、うん、ご自身らしく生きて大丈夫だから、うん、どんどん行って、うん、あのやりたいことやってくださいって、うん、A の方、うん、A の方、うん、で B の方はもう確信がある、うん、どう違うかというとこれはもう確信があってもう直感が開いてるから、うん、あのそのそれで GO です、うん、合ってるよって、A、なるほど、ね、でいいよそうそうだよね、マイウェイで行ってくださいっていう感じです、うん、はい、はい、そういった今週のリーディング、クリスティーヌ春菜がお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で本日はお別れの時間となってしまいました。番組に関するご感想、楽曲リクエストなども大歓迎です。はなうタイムオフィシャルサイト http://hanautime.com、 ツイッターアカウントは小文字で @hanautime。 本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシ、あゆこでお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。浜でまた会いましょう。